め沖縄および北方対策担当大臣。委員長令和4年度沖縄振興予算および北方対策本部関係予算についてその概要を説明いたします。はじめに沖縄振興予算について説明いたします。令和4年度の沖縄振興に関する予算の総額は2683億9900万円となっております。このうち公共 事業関係費等については、社会資本の整備とともに、首里城の復元に向けた取り組みなどを実施するため、所要の経費を計上いたしました。沖縄振興一括交付金については、いわゆるソフト交付金とハード交付金を合計し、762億5000万円を計上いたしました。沖縄科学技術大学院大学、オイストについては、規模拡充等のため、 億 2, 万円を計上いたしました、また沖縄の子どもの貧困対策や北部地域および離島の振興、基地跡土地利用のモデルケースたるべき沖縄健康医療拠点の整備など、重点的に取り組むべき分野の予算を増額して計上したほか、産業競争力の強化、産業人材の育成にかかる予算、 クリーンエネルギーの導入促進にかかる予算を新規に計上いたしました。このほか、政党業の体制強化にかかる予算や、不発弾等の処理を進めるための経費、特定事業推進費等を計上しました。続きまして、北方対策本部関係予算について説明いたします。内閣府、北方対策本部関係の令和4年度予算は、若年層への啓発の強化、 デジタルを活用した啓発の積極的展開などに重点化し前年度比300万円増の総額17億100万円となっておりますこのうち北方対策本部に係る経費は2億200万円であり若者自らによるこれからの時代に適した啓発手法の検討や実施のための経費等を計上いたしました また、独立法人、北方領土問題対策協会にかかる経費は14億9900万円であり、デジタルの活用による情報発信の整備、拡充のための経費等を計上いたしました。以上で令和4年度の沖縄振興予算および北方対策本部関係予算の説明を終わります。 以上で予算の説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。委員長